やすい。めっちゃ足首よ。持田さん元気いいな。持田さんなんか全然問題ないじゃないですか。でもね、いや本当に変わらないです。変わらない。あ、いい意味で。変わらないじゃ困ったんだよ。ちょっとポール過ぎてから少し回りに。原沢さん今良かったんじゃないですか。ありがとう。早いスキーやってます。すぐ疲れちゃうか。まあ無理しないでください。体を落としてくるといいな。落ちてこないからタイミングがちょっと遅い。滑りやすいんだ。だってこれ以上簡単なセットはないっていうぐらいセットさ。これ平日と土日の違いだから。はい。で、もっと足を先に動かすといいです。はい。そうするともっと速い動きに変わってきます。体をもっと落としましょう、はい、そうすると切り替えタイミングをもっと早くなります。あ、でも少しずつ良くなってます。あれでもうちょっとやっぱ午前中もそうですけども足元に神経集中させるといいです。はい、ちょっと高いところが気になってる感じだ。はい、じゃあ足首から膝から常で当たるような意識です。はい、ありがとうございます。若干当たってからちょっと曲がってる感じになっちゃってるんで、はい、もっと早め早めに、はいはい、ターンに入っていく。ボールね、背中向けていけるといいですね。午前中と一緒です、そういう意味では。